バウンドレスインフォーマントとはアメリカ国家安全保障局がインターネットや電話回線を傍受して得たメタデータの量を国ごとに表示し分析するためソフトウェアである。本来は NSA が内部的に使用するための極秘のソフトウェアだが2013年にエドワード・スノーデンが NSA の通信傍受の実態を明らかにするために内部告発しイギリスの新聞 ガーディアンが公表して存在が明らかになった。バウンドレスインフォーマントにはヒートマップを表示する機能があり、NSA がコンピューターネットワークや電話回線から収集した情報の量を世界地図上に色付きで表示することができる。トップシークレットの資料によると2013年3月の収集量が最大の国を示す赤色の国はイランとパキスタンとヨルダンで、 オレンジ色の国はエジプトとインドだった。トップ5に次ぐ中規模の収集量を示す黄色の国は中華人民共和国とアフガニスタン、イラク、サウジアラビア、ケニア、ドイツとアメリカが主衆国で、それに次ぐ黄緑色の国はトルコやイエメン、ブラジルだった。なお日本は暗い緑で最低レベルだった。収集したデータ数はイランが140億件、月で、 パキスタンは百三十五億件、月、ヨルダンは百二十七億件、月、エジプトは七十六億件、月、インドは六十三億件、月だった。アメリカ合衆国は三十億件、月で、全世界では九百七十億件、月に達した。二千十二年三月、海軍事委員会のハンク・ジョンソン議員が、予算聴聞会で、NSA 長官のケース・アレクサンダー将軍に、 情報収集された、アメリカ人の人数の公表を求めたが、長官は拒絶した。2012年10月、上院情報委員会のロン・ワイデン議員とマーク・ウダル、議員は NSA に抗議文を送って、概数の公表を求めた。2013年3月、上院情報委員会で、ロン・ワイデン議員が、ジェームズ・クラッパー、アメリカ合衆国国家情報長官に、NSA は、 数百万のアメリカ人に関する数百万から数億のデータをどんな形であれ少しでも収集していますかと質問した。クラッパー長官はいいえと答えた。2013年6月、エドワード・スノーデンが内部告発を行い、NSA が3月にアメリカ合衆国内で30億件月の情報収集を行っていることを明らかにした。 NSA の広報官は NSA に人や場所を特定する能力はないと主張しているが、ガーディアンが入手した別の資料によると IP アドレスの範囲を設定することができるので国や都市などのおおよその場所はわかるという意見がある。また、イラクや中華人民共和国と同じ扱いを受けたドイツのショックは大きかったようである。バウンドレスインフォーマントがようやく表示するのは電子メールや インスタントメッセージの内容よりもメタデータだと言われている。メタデータにはニーや DNR があり、前者はプリズムなどが収集した電子的な監視プログラムの記録、後者はベライゾンコミュニケーションズなどから入手した通話番号の記録だと言われている。一方で NSA のデータ書庫 GM プレイスは機密指定の問題で外国情報監視法のデータは含まれないなど、 バウンドレスインフォーマントが表示できるデータは限られているようである。バウンドレスインフォーマントはエデュープの分散ファイルシステムで実装された NSA のデータ書庫 GM プレイスにある n ーや DNR メタデータを集めてマップリデュースで成形加工してからプロトコルバファースオブジェクトにシリアル化してクラウドペースにバルクインポートする。マシンシャップにある アパッチトムキャットにホストされたアプリケーションは Java 製でクラウドペースにクエリを発行する。GUI は Google Wave Toolkit 製でセンチャ社の GXT を使用しており GUI がトリガーになってクエリを発行する。開発チームに対する新機能の要望はイシュートラッカーのフローミルで管理しているという。ありがとうございます。